どうも、みよしチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。やっておりました、ムロジビー。Tブロック決勝で、準決勝でございます。前回ね、ちょっとすごいのありましたからね。うん、大波乱だったな。ですね、あれは。やばいね。ということで、今回は B ブロック準決勝、はい、アーダベック、バーサス。途中参加のやつですね。途中参加っていうか、あの、代替えっていうか言葉変ですけど、ポットでの8年、ラガブーリン8年でございますよ。はい。これ僕、名勝負になるんじゃないかなと思うんですよ。10年対8年ですよ。まあ、熟成年数はそうだけど、言うてもキルダルトン同士で、バンってぶつかるっすから、はい。味の方向性はね、やっぱ似てると思う。似てると思うんだよ。みんな、近いニヤニヤの蒸留所なんで。こちらの方はですね、はい、アルコール度数が 48%、はい、こちら 46%、2度の差があります。だから、熟成年数浅い、2年浅いけど、はい、2度高い。2年熟成年数高いけど、アルコール数2度低いっていう、こう、イーブンイーブンの戦いになってるんで。その辺がね、どう出るかもありますから。はい、それでは、注ぎました。もう、色もどっちかどっちかわからないような感じでございますが、視聴者さんから見て、左手側にあるのが、アドベクテン。右手側にあるのが、ラガブーリーエイトでございます。はい、それでは、先行。はい、行きましょう。アドベーク。いただきます。うめっ。アルコールうまいんだよな。アルコールの揮発性って、あの、ストロングゼロとか飲むと、なんか注射の消毒液感来るじゃんか。これやん、それと一緒にピートとかもろもろ来るからね、アルコール感そんな感じに言うよ。てか、軽いんですよね。軽く感じるんだよ。だからウイスキーってもうダメなんだよ、お酒として。しかも入りがさ、マイルドじゃない？はい。すごい。おっかね、ウイスキーって。飲みすぎるよ。それでは、後攻ラガブーリン、はい、いただきます。わからん。ちょっと待って。ああ、なるほどね。唯一の違いはね、スパイシーさ。ビリッとした、アルコールのビリッと感。ちょいと磯くせえな、うん、ちょいとスパイシーだな、うん、あー甘いな、うん、甘いな、ラガブリン甘いな。それではストレートの判定いきたいと思います。はい、ストレート、ティロリ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 ロテン。あ、アードベックだ。おお、びっくりした。俺てっきりラガブリンあげるかと思った。あ、本当？そっち系かなと思ってあったんで、意外でした。ということで、ストレートは、アドベック選手。はい。ネクスト、ロック。それでは先行、アドベック選手からいただきたいと思います。はい。うめかなり磯臭いね。はい、それでは後攻、ラガブリン。はい。います。あら、お上品だったね。うん、筒くせえな。これはね、もう僕はすぐ決まりましたよ。なんだろうな。はい、それでは、はい、ロック判定いきたいと思います。はい。磯臭い方か、フローラルな方か。ドロ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 。ドゥン。じゃあ、これはね、これはもう、圧倒的だったら、一瞬で決まりましたね。秒だったね。うん、いやー、いいとこさん入った。あの、アードベック選手のここさん入ったっけ今。完全にな。なんでしょうね。なんか、多分ですけど、飲むじゃないですか。飲み比べるから、どっかでこう、無意識に基準値を決めるじゃないですか。うん。これがうまいことね。いや、突き抜けましたよ。その通りなんですよ。で、皆さん勘違いしてほしくないのは、両方ともうまいっすからね。うん、うまい方の戦いしますから。どっちが、あの、もともとの初期のモルワーみたいに、はい、いやー、で、荒探しじゃなくて。まあ、荒探しに1000円以下のウイスキーやってましたからね。単純に、もう、うまい方に振って探してるんで、うん、これ両方ともうまいんだよ。いやー。
じゃあ、ファイナルラウンド。はい。ハイボール。はい、それでは、炭酸入れました。はい。先行、アップベック。いただきます。うめえ。うめえ。うん。とりあえず、今はうまいとだけ言っとこう。続いて、高校は、ライボール選手や。はぁ、あ。いやー、迷うぞ、これは。もうやっぱ基準値がピックアップしづらいやつじゃないですか、これ。もう本当に、今、戦況の状況を伝えると、クロスカウンター入ってる状態。お互いにね。お互い、ボコンボコンって入ってる状態。ハイボールに関しては、ちょっとこれ決めれねえな。アードベック強くて、長ブリン大躍戦だよ。しかも、両方ドライと来たからな。似てんだよね。似てる。もう、わかんない。同じだもん。よし、行こう。俺は決まった。決めた。決まった時は決めました。めっちゃ悩んでますよ。正直に行こう。行こう。よし。忖度なしで、うん、好みで行きましょう。好みで行こう。はい、それではハイボール勝負。はい。どっちが勝つのか。はい。リロ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 。じゃん。ナイス。お、え、アドベックだった。うん。ってことは、アドベックですよ、勝ちは。決勝進出アドベックだ。2勝1敗でアドベックが勝ったって感じですかね。いや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 、もう僕はドビスさんラガーだと思って、はい、正直目つぶってる間に水割りかと思った。もうサドンデスをね、サドンデスの水割りかと思ったけど、なんでアドベックだった。消去法です。あ、そう。あとやっぱ甘みがこっちの方が好きな感じの甘みでした。うん。あ、面白いね。全く違うとこチョイスしてる。僕はね、うん、苦さで選んだ。あ、そう。どっちが尖ってない苦さがで選んだ。マイルドな苦さと、例えばほらカカオみたいな苦さと、うん、本当にベッドピーマンみたいな苦さみたいな。はいはいはい。どっち取るって言った時に僕はカカオの苦さ取った。うーん、でアドベック取った。もうお互いが悪いとこなさすぎて、ハイボール対決は採点方式で勝ったみたいな。多分見てらっしゃる方たちって皆さんアイラーよく飲んでる人だと思うんですよ。うん、でやっぱ軸がすごい似てるんで似すぎで困った。だからその中からもうなんか本当に細かいとこ探していくしかなかったと。だから粗探しじゃないけどいいとこ探しだったよね。単純にいいとこ探し。だから A ブロックよりはやっぱ B ブロックの方が悩みました。だって軸足気になる。だからいや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 、いい勝負だった。ということでアドベック選手決勝進出、はい、ブダハーズ選手が待つ。面白い。決勝ブナハーブンとアートルクだよ。う、当たったか。ウィレン当たったか。ウィレン誰も当たんなかったと思うよ。いやーちょっとね、僕の中でもいろんな概念が覆ったこのランキングというかね、トーナメントですよ。いや、ウイスキーって面白いな。ここまで8本全部好きなウイスキー並べたじゃないですか。やっぱ誰が勝ってもいいんですけどね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ誰勝ってもいいよ、うん、いやー面白い。はい、ということで、はい、決勝はブナハーブン対アードベック選手です、はい、この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。なんと次は3位決定戦でございます。あるんですか。お楽しみに。バイ。